春の暖かな日差しで眠気を感じやすくなる方も多いのではないでしょうか。人の体には体温やホルモン分泌、血圧などをコントロールする体内時計が備わっています。体温が下がるときに眠気を感じる仕組みになっています。近年の研究により、体内時計にはモーニングクロックとイブニングクロックの2つがあることが分かってきたようです。その影響により、人の体温は夜12時くらいとお昼の12時から14時くらいに下がるそうです。ということで、きちんと睡眠がとれている人でも、お昼ご飯を食べた後くらいから眠気がやってくるのは自然なことということだそうです。眠気があるまま仕事をすると、業務効率の低下やストレスにつながってしまいます。そこで昼寝をとるのも一つの手です。効果的な昼寝のポイント、一番のポイントは時間です。12時から15時の間、15分から20分程度の昼寝が理想だそうです。長時間眠ると深い眠りに入りすぎ、起きても頭がぼーっとしやすくなり、夜の睡眠に影響が出てしまうそうです。また完全に横になると深い眠りに入りすぎる可能性があるため気をつけましょう。昼寝を上手に活用するなど、体内時計をコントロールして健やかに過ごしたいですね。